1日5分ドライヤーするってなると1年間でだいたい約30時間使うことになります。だいたい4年弱で潰れるっていう計算になります。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、このドライヤー、皆さん毎日使われてるかなと思うんですけど、これの寿命ってどのぐらいか分かりますか？今日はドライヤーの寿命について紹介していきたいと思います。ほとんどのドライヤーの寿命なんですけど、だいたい4年から5年って言われてます。時間に換算すると130時間から140時間。これはドライヤーのこの搭載されているこのモーターじゃないですか、これの寿命で、これを使えば使うほど寿命が短くなるっていうことになってます。例えば1日5分ドライヤーするってなると1年間でだいたい約30時間使うことになります。そうするとだいたい4年弱で潰れるっていう計算になります。なのでそのぐらい使ったらドライヤーを買い替えるようにしましょう。次にドライヤーを使ってていつ故障するか分かんないじゃないですか。でそういう時にちょっと故障かなっていうぐらいのサインが出るんですよ、ドライヤーって。それについて次に紹介していきたいと思います。ドライヤーの寿命が近づくと、このねドライヤー自体が熱くなったりとかするんですよ。多分皆さんももしかしたら経験あるかなと思うんですけど、熱くなったりとかしたり、あとはドライヤー自体が変な音、パチッと音がしたりとかする。そうするとすごくむちゃくちゃ危険な状態になってます。なのでそういう風に熱くなったりとかパチッと音がしたら、すぐに電源を止めてコンセントを抜くようにしましょう。あとは嫌な匂いがしたりとか温風が出なかったりとかします。そういう時はもうかなりの確率で壊れるっていうサインなので、すぐに買い替えた方がいいと思います。あとは電源がこうやっても入らなかったりとか、いきなり動かなくなったりとかする。本当に結構これも危険な状態になっているので、この状態も使用はしない方がいいかなと思います。次にドライヤーをいかにこう長持ちさせる方法について紹介していきたいと思います。でまずは月に1回だけでもいいので、まず掃除をします。で掃除をするときに、まずねこのねドライヤーの口の部分ですね、ここの部分をきれいにホコリだったりとか髪の毛が多分ね付着してると思うので、この辺の部分を取り除く。で大体ねこう綿棒とかそういうのでこう掃除してあげると一番いいかなと思います。で、あとはここの吸い込み口って言われるこの辺のモーターの部分ですね、ここにもホコリが結構溜まりやすいので、こういうところも綿棒とかで取り除くといいと思います。で、これを取り除かなかったりとかしたら、さっき言ったような発熱が出たりとか嫌な音が出たりとか、あとは焦げ臭くなる、なんか匂いが嫌な匂いが出たりもするので、まずは定期的に月1回掃除するようにしてください。で掃除する際は絶対にコンセントを抜いといてください。じゃないとね結構危険な状態になるので気をつけてください。次に保管場所です。保管場所は基本的になんですけど、あんまりこうね湿気が多いところにドライヤーを置いとくのは NG です。湿気が多いところだとドライヤーが結構劣化するっていう可能性もあるので、なるべくね、乾燥した、ところに置いておくのがベストかなと思います。であとなんですけど、このコード、ここが結構ね重要になっていて、このコードを特になんですけど、この根元の部分をぐにゃって折り曲げた状態で保管すると、ここのねコードの部分が断線する可能性があります。これも故障の原因になるので、なるべくですけどコードはね、この根元の部分は余裕を持たせながら保管をしてあげるのがベストかなと思います。最後にドライヤーを使い終わった後、そのままね、オープンからそのまま電源を落として、終わる方がほとんどかなと思うんですけど、意外と皆さん知らないんですけど、最後に冷風を出します。そうすると、このモーターがね、少しちょっと冷めてくれるので、ドライヤーをね、冷ましてあげてから保管すると、モーターがね、結構長持ちしやすいので、最後にそういう風にするようにしてみてください。こんな感じで、ドライヤーのね、寿命についてちょっと紹介させてもらいました。大体ね4年から5年ぐらい、長くて5年って言われてます。なのでそのぐらいの時期になったらドライヤーを基本的に買い替えてください。でさっき言った、故障のサインですよね、そういうのが出ると一旦使用はやめてください。
あんまりね、それで使い続けると、本当にね、火花が出たりとかするんですよ。で、髪の毛自体が、燃えたりとかね、焦げたりする可能性もあるので、なるべくそういう危険な状態になったら、ドライヤーの使用は使わないようにしてください。で、めんどくさいんですけど、月1回掃除することがすごく重要になってくるかなと思いますので、今ね、皆さん多分高いドライヤーだったりとかね、結構使われてる方がほとんどかなと思うんですけど、やっぱりね、また買い替えのも結構お金もかかるじゃないですか。で、ちょっとでも長持ちさせるんだったら、月1回の掃除がすごく大事になってくるかなと思いますので、しっかりとね、点検をしながらドライヤーをね、使うようにしてみてください。この動画が良かったら、高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。